はい、毎度おなじみ東海のトラックマン追い切り診断、早速なんですけどニューフェイスがね画面に登場ということで、青沼トラックマン新戦力が入ってもらいましたということで、はい、7月から競馬のトラックマンの1になりました、はい、青沼です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、競馬8のねトラックマンの皆さんとは実は15年ほど一緒に仕事をしている機会がありまして、そこからちょっと5年ほどブランクはあるんですけどね、はい、ですからまあブランクも含めると20年近く、うん、知ってる顔っていうのね、一緒に仕事をしてるんで、この新しい世界なんですけどこう懐かしさもあるみたいな感じで、うん、ちょっとこう複雑な心境なんですけどね、はい、ラジオの方でねお世話になりました、はい、実況ねアナウンサーとして活躍されてきた、青沼トラックマンですけども、まあどうですかね、まあ、心機一転というか、今までこう喋るね、はい、なんですかことでこう競馬伝えてきた方が今度はまた違う形でね目線を変えたと。これがね難しいですね、実況アナウンサーの視点とトラックマンの視点がまた違うんでね、なるほど、はい、まあ、そこの切り替えをねうまくできるかどうかっていうのは本当に日々の課題ですね。まあでもね我々トラックマンはずっとある意味同じような視点でずっとやってきてしまっているところもあるかもしれないので、違う切り口でね見てもらえる、はい、スタッフがねまた陣営に加わってくると我々としてもねまたこう心強いというか、読者の皆さんにもねまた新しい視点がお届けできるかもしれないということで、ぜひねご期待くださいということで、早速ですけどね、今週はローズステークス、G2 のレースがね、中京競馬場でありますんで、調教の動きがね、気になったまま早速お伝えしていこうと思うんですけども、じゃあハンドね、今言ってもらってるじゃあ青沼トラックマンから、はい、そうですね、まあ、反録見て注目やっぱりオークス4着馬のクイーンズウォークじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、このクイーンズウォークなんですが、まあ、8月の半ばぐらいからこう時計を出し始めまして、うん、もう8月の下旬ではねもうコースで、うん、いい動きを連発してまして、2週前には C コースのベストタイム叩き出したりとか、うん、まあ、先週も川田ジョッキーがね乗って感触をこう確かめながらいい動きをしてた、うん、っていうところがあるんですけれども、まあ、今週の販路は、まあ、その動きがあった上で、まあ、最終的にこう感触を確かめるような感じで、はい、がっちりとね手綱をこう押さえながら乗って最後しまいを伸ばすという内容だったんですけれども、春の映像とクイーンズウォークのこの追い切りの動き、うん、ちょっと比較してみたんですけど、今回の方がこの前足の蹴りの力っていうのがこう力強くなったんじゃないかなっていうイメージがあるんですよね、うん、でオークスの最終追い切りの時の映像を見るとこうなんかこう優しくね前足がこう地面を叩いているようなイメージ で今回はもう本当にグッグッとこう前足でこうしっかりとこう地面を捉えてこの馬の推進力が上がっているっていうのかな、まあ、そういうイメージがあるんで、このひと夏を超えてこのクイーンズウォークのこのパワーアップした姿っていうのが今回のレースでは見られるんじゃないかなというふうに思いましたね。なるほど、うん、まあ、今回ね実際にコースで高橋さんも見られたと思うんですけれども、はい、うん、このクイーンズウォーク動きってどうだったでしょうかね。そうですね、なんかすごくアナウンサーっぽい。さすがですね。すいませんね、さっきの私いらないなと思いながらね。そうですね、はい、いやそうですね、1週前2週前は、まあシフトコースでね81秒台、うん、まあ、2週連続続けまして、まあ相変わらず力強い動きでしっかりこう負荷もかけてやれてるなっていうような印象だったですね。でまあ最終位反応で、ね、軽めっていうのはもうオークスの時と同じ調整パターンですし、うんうん、まあそうですね、まあ、操縦性の良さっていうのはもともとあって、まあ、折り合い面とかそんなにこう苦労する馬ではないので、うんうん、まあリズムを最後までねしっかりこう整えてっていうところはね、まあ春とはそんなに変わってないのかなっていう感じはするんですけれども、うんうん、まあまあ動きとしては十分、トライアルとしてはかなりいい仕上げに持ってこれたかなっていう印象はありますね。はい、はい、まあ後半に切れそうということで、続きまして他の気になる馬はどれに。そうですね、2頭目に挙げたいのはラバンダかなと。ラバンダ、はい、春のねフローラステークス2着で、まあ、権利を取ってオークスに出走した馬なんですけれども、まあ、この馬も先週 C コースで、自己最速のタイムをマークした馬なんですけれども、うん、はい、この馬はね今週販路である程度こう気合をつける追い切りだったんですけれども、販路、まあ、全体で51秒0という一番時計昨日の水曜日に出しまして、上がりも12秒1、うん、合わせるまで1馬身先着と、うん、本当にねこの先着のしたんですけれども、このスッと抜け出す足ね、そう加速力、まあ、これがね目立ってましたね、うん、
うん、本当にね乗り込みが豊富でこう休み明けを感じさせないような動きだったんじゃないかなというふうに見えました。もともと結構ちょっと長距離時計は出るタイプですよね、うん、ハンドでもまあ50秒台の時計持ってる馬ですし、うん、はい、まあ、結構活発な動きをもともとする馬ではあるんですが、ただやっぱり牝馬同士のその戦いとなるとやっぱりどうしてもその気持ちの面でねちょっとこう舞い上がってしまうよ、しまわないように、まあ、調整しながらこう調整するのが普通なんですけども、うん、最後の最後ねビシバシ攻めてるんですよ。確かに確かに、うん、一瞬は追い切りも確かにねコース追いすごくいい動きでしたし、はい、うん、これはまあちょっとそういったしっかりこう鍛え込めるっていう強みはある馬なのかなというふうには、すごく僕も印象には残ってます。確かに、ね、はい、まあ、これ、どうなんですか、好印象がね、まあ、持てる、そうですね、調整過程かなと思ったりもしますが、はい、続きましてね、2002勝の馬がいるんですよね、オーロラ X。はいはい、この馬もね、動きが良かったなと思う一頭なんですけれども、はい、まあ、今週の販路ではね馬の行く気に任せて本当に気持ちよさそうな感じで馬がね販路を登ってきまして、まあ、全体は53秒3と、まあ、そんなに目立った時計ではないんですけれども、まあ、これでもこの馬自身の自己最速で、で追い切りのね映像を見てると、はい、最後直線手綱をねちょっと絞ってスピードを落としてるんですよね。それでもこう楽々と自己最速をマークしたっていうところに体調の良さを感じることができると思うんですよね。まあ、先ほどもね話に少し出ましたけど2戦2勝でこう未知の魅力というかな、いうのがあるんで体調の良さを生かしてこう重賞でどこまで頑張れるかなっていうところを注目したいなと思います。うん、そうですね、まあ、1週前追い切りコースでやったんですけど、そんな積極的にこう時計を出すような姿勢ではないんですよ、うん、ただまあやっぱりフォームとかもすごく柔らかみがあって大きいですし、はい、うん、割とこう牝馬同士の中ではスケールの大きさっていうのが目立つ馬なんで、うん、ちょっと面白い存在だなと思って僕も注目してる馬ではありますね。うん、確かに、はい、さあ3頭ね気配の今販路から上げていただきましょう。もう1頭ぐらいいますか。はい、ね、ちょっと穴っぽくはなると思うんですけれども、いい1勝馬のサンセットビュ ー, ー、はい、うん、この馬に注目してみたいと思うんですけれども、はい、まあ、この馬もね全体では54秒8と、うん、まあ速い時計ではないんですが、ラスト1ハロン12秒5でねスーッとこう加速してくる時の動きが目に入ったんですよ。はい、全体にね動きにメリハリが効いてまして、まあ、この馬も体調がいいんじゃないかなというところで、まあ、権利取りでねこの馬どういうレースをするのか楽しみだなというふうに思いました。なるほど。ちょっとじゃあこの馬も名前もぜひ覚えていただいてという感じですかね。はい、最初にねコースで選んだ、はい、待っても何とかいったかなと思いますけど、そうですね、あたりでは、まあ、対象格はタガノエルピーダ、まあ、オークスは少しこう大敗してしまいましたが、はい、マスレナグサ賞を勝って、うん、まあ、少しねこう穴人気した馬ですけれども、うん、まあ、オークスから、まあ、4ヶ月、まあ、間を取りましてしっかり ここに向けて立ち上げてきました。うん、はい、まあ、1週前の、ね、コース追い切りでは、まあ、ちょっとこう外にいるルシフェルの方が、まあ、先週3勝クラス3着だった馬ですけれども、はい、まあ、その馬にこう反応面で見劣るようなところはありましたけれども、うん、まあ、最後までこうビシッと追って負荷をかけられましたし、まあ、その効果っていうのが、まあ、今週の追い切りには現れてましたね。うん、サントアースの真ん中に合わせる形で、まあ、本当にこう両サイドの馬が来れば来るほどこうハミを取ってこう伸びていくっていう感じが出てきましたし、だいぶこう走りに対して前向きな姿勢が出てきたなっていうような印象があります。でちょっと僕斎藤厩舎で少しこう注目しているポイントがあって、実はね最近斎藤厩舎って販路2本追い始めてるんですよ。はあ、なるほど、はいはい、過去で言うと山人サンパですとか、うん、まあ山人ウルスとかも結構やってて、うん、まあ、最近では条件級の馬でもちらほらこの調整法が見られるんですが、うん、タガノエルピーダも販路日本に3回やってるんですよ。うん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 、なのでいろいろこう工夫しながらこう負荷を強めていくっていうことを最近の斎藤隆厩舎はやってます。なるほどなるほど。なのでちょっとねそのあたりの効果にも期待したいですね。違って一皮向けたタガノエルピーダが見られる可能性があるかなっていう感じはしますね。パワーアップ
分も図られてるし、うん、それにちょっと馬も応えてるかなという感じですかね。そうですね、斉藤厩舎ちょっとこう時計的にはね、それほどこうラスト1波のも鋭い時計が出るわけではないし、若干こう一見地味に見えるんですけれども、ただ調整過程ではかなり濃密なことをやってきてるんで、なるほどな、まあ、そのあたりの効果っていうのをちょっと期待したいなと思います。これ競馬8の読者の方、販路のね、販回数なんですけど、手応えっていうのがありましたね、馬なりとかね、G マン仕掛け、あれの左側にね、角いで四角で囲んでる数字があるんですけど、これがね、ハンドの登板回数で、タガの LP で2ってね、四角の2ってなってる、調教が多いと思いますので、まあ、これからもね、ちょっとこう、ぜひ注目してみてくださいということで、じゃあ、コースの、2投目、どの馬いきましょうか。2投目はザ・ブライド。はい。はい、この馬も、まあ未勝利勝ち上がってから、感覚を取ってここに臨んできました。もう本当にこう秋に備えたっていうような夏の過ごし方ですね、はい、ただまあ割とこう戻ってくる時期は早くて、しっかりこうコースを生かされながら徐々にこう状態を上げていった感じです。で、気球当初はねちょっとやっぱりこうギアが上がりきらなかったりとか前向きな姿勢が見えなかった感じで、時計が出なかったんですけれども、ただね、調教を重ねるごとにぐんぐんとこう上がっていきまして、先週ラスト1話の10秒9なんですよね。切れましたね、なかなかね、上がり10点とかね。しかもなんか合わせたら、まあ、一気に置き去りにするような、はい、そうそうそう、そういった動きだったので、割とこう僕は平均ペースの走りだなっていうふうにこの馬に対して思ったんですけども、だいぶこうギアチェンジが上手くなってきてるなっていうような印象があります。で、まあ、今週はね、まあ、さらっとっていう感じでしたけども、それでもまあいい感じで動けてましたし、かなり仕上がりとしてはいいんじゃないでしょうか。まあ、能力的に、ね、通用するかどうかは別として、まあ、一周前の追い切りだけでちょっと注目する価値はある馬かなっていうふうに思います。なかなか今週あたりもね、はい、活発に動けて、ね、元気は本当にいいんだなっていうのは感じは私も受けてます、はい、さあ、そしてフレーミングフープ、はいはいはい、はい、まあ、中3週なんですけども、しっかりこうこの中間も緩めずにやりましたね、1週前はね結構早めの時計でビシッと折ったんですよ。そうですね、なので、はい、最後ちょっとこうギアが上がりきらずにちょっとこうダラッとした走りになってしまって、もう一つこう伸びきれなかったんですが、ただまあ1週前かなりこう負荷をかけた効果が今週にはつながってるかなという感じはしますね。最終切りはまあ割とこういいリズムでスムーズにギアも上がってた印象です、はい、なので、まあ、この馬ね、まあ、ちょっとこう胴長でゆったりしたまあ体型の馬なので少しこう緩さも感じられるんですけれども、ただまあ経験を積みながらまあ徐々にこう馬自身は良くなってるっていうか完成形に近づいてる感じはありますしね、まあ、今回も少しこう楽しみなところはある馬なんじゃないかなというふうな印象を受けましたね、はいはい、まあ、立冬で追い切られた馬たちの、まあ、期待できそうなのはこの辺りかなというところですけど、はい、すね、あともう一頭ね、ちょっと関東馬ですけど、レガレイラ、ね、レガレイラちょっと触れないわけにはいかないかと思うんで、高橋トラックめちょっと一言いただこうかなと。レガレイラは結構長めから大きめを乗ってますよね。ですね、はい、アイルから時計出してみたりですとか、結構入念なちょっとこう牝馬としてはかなりこう負荷強めの調教っていうのをこの中間やってま す, 思います、ね、しかも合わせた馬が全部分馬そうですよね、もそうです。で、まあ、木村厩舎の典型的なね、本当にこう狙ってきてる時の調教なんですけども、はい、3頭合わせの真ん中で両サイドに馬を置いて、実戦想定したような、なるほど、これイクイノックスもよくやってたやつなんですよね。なので、まあ、すごくやっぱりレガレイラに対して期待の高さっていうのがすごくやっぱりこの追い切りっていうか調整パターンからも現れてるし、まあ動き自体もすごく力強くて、まあ、これ牝馬かって思わせるぐらいの感じはありましたので、やっぱりちょっとこうスケールアップはしている感じですね、さらに。なので今回はすごく僕は楽しみにしてます。ちょっとこう迎え撃つ完成度もちょっとこれは強敵現れてる感じ で、ね、でね、迎えないといけないという印象がありますが、はい、まあ、レースとは私としてはね、もともとその週刊誌のトライアルということで、常に注目度が高いレースではあるんですけど、特に今年はね、なんかこうなんですかね、こう達成されたといいますか、いいメンバーでね、いいメンバーですね、レベルの高いレースが見られそうな感じがしますので、まあ、ぜひぜひね、まあ、馬券悩みがいがあると思いますけども、いいレースをね、いい馬券を取りながら見るというね、はい、醍醐味が味わえるのではないかなというレースが期待できるかなと思うところで、じゃあ今回は締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。